最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。もちろん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすっから。それ二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。サイン。はいよ。ちょうだい。いいっすよ。僕も。焦んなって。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンでさ、親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら、慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきつい潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。あのジェクトの地を受け継いだ新しい星、今日はどんな動きを見せてくれるのか。今日こそあの幻のシュートが炸裂するのか。期待するなってのが無理だよな。
通して通して。はいはい、ごめんね。遅れちゃうっつーの。引っ張んなって。始まるよ。あ？泣かないで。あ？なんだ？待てよ！なあ、こっちやばいって。見ろ。え？俺たちは神と呼んでいた。
進。雑魚に構う時間はない。突破するぞ。逃げた方がいいって。迎えが来ている。は？付き合ってらんねえっての。手に負えんな。おい、あいつを落とすぞ。なんで？面白いものを見せてやる。
いろいろ考えてたのは覚えてる。俺どうなるんだとか、ここどこだよとか、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいからそばにいてほしい。そんな気にさせる夢だった。事態はどんどん悪くなっていく。夢も希望もありません。そんな気にさせる場所だと思った。火どこだよ。
た。今日は何？つまらないミスだったな。明らかにお前のせいで負けた。そんなこと言いに来たのかよ。今日は命日だ。ああ。一人で泣いているかとな。泣くかよ。泣いてたよ。おい、なんだよ、消えちゃう気か。あ、いや、ちょっと待ってくれ、なんか探してくるから。何すんだよ。読みをはしこが万文堂か、神殿し座せて運か。不運がお不死中せぶはひやふわピアッセ神殿合作はおーそちまきやさ誰がも練習へせみよ。ザレン、塗装吐ける着せろ。言ってんだよ。ドルモハ、耳を。まいった。コーヒコーン、アルシン機能。全然わかんねえ。カンハミョは、わかんねえっての。しらよ。ヤッセ、仕事を手伝えば少しの間は世話してあげるってさ。お前、
言葉わかるのか？わかった、働くよ。海の底に昔、今は動いてないけど、多分まだエネルギーが残ってる。潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して、海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね。じゃあお仕事頑張ろう。うぇす。飛行デーム待てぎさも地ノルマ坂木厚さ
ラーセ、ゴフタセリチワデモフワ。おやねま、細か。ねえ、なんだよ。手伝っただろ。腹減った。おお、飯。食べるからだよ。何さ。あなたのお名前は？リュックだよ。おお、本当に通じるよ。おお。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ。ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺変なこと言ってんのか？シーンに近づいたんだ。うん、大丈夫、きっとすぐ治るよ。シーンに近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？シーンの毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前にシンが暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ。千年前って、俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか。信じらんないって。そんなの。あのさ、ん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？うん。じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。あ、
それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん、ザナルカンドはエボンの聖なる土地。何のこってすかって感じだった。エボン、真の毒家ルカ、どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか。信じられるかっつーの。あ、もう。え？死んだルーボー！役立ち無謀！